コマン・ブラディミルは、ウクライナ・ウージュホロド出身で、ハンガリー国籍のサッカー選手。ペルシアン・ガルフ・プロリーグ・フーラとモバラケ・セパハン FC、所属。ポジションはミッドフィールダー。ウクライナ・ソビエト社会主義共和国のウージュホロド生まれた。サッカー選手であった父親のボロディ・ム・イルが1990年、ハンガリーのソンバート・ヘイ・ハラダーシュに移籍したことに、伴い家族で引っ越し、 そのまま同国に定住した。ダルコー UFC でサッカーを始め、15歳の時に、ソンバトヘイ・ハラダーシュと契約を結び、リーグ戦デビューを果たした。2005年、16歳の時に UC サンプドリアに移籍すると、2006年にトップチームに昇格した。2007年4月7日のトリノ FC 戦で、リーグデビューを果たし、この試合で、エミリアーノ・ボナッツオーリのゴールをアシストした。 また、このシーズンには、トロフェオ・ジャチンとファッケッティのタイトルを獲得した。2008から09シーズンは、US アベリーノへレンタル移籍し、2009から10シーズンは、セリー a に昇格した AS バーリに、レンタル移籍した。2012年1月31日、AS モナコに4年半契約で移籍し、2011から12シーズンには17試合に出場した。 同年7月14日、ロシアの FC クラスのダールに3年契約で移籍をした。2012から13シーズンには26試合に出場したが、2013から14シーズンは出場機会を求めて FC ウラルスベルドルフスクオブラストにローンで加入した。2015年2月3日、NBI のディオーシュジュール VTK に移籍した。 ハンガリー U-19 代表のキャプテンとして UEFAU-19 欧州選手権2008に出場。2009年には FIFAU-20 ワールドカップに出場し、6試合で5ゴール、3アシストを上げる活躍を見せ同国の4位入賞に貢献した。ハンガリー代表としてはエルウィン・クーマンの下で2010年に初招集され、同年5月29日に ブダペストで行われたドイツ代表との国際親善試合でデビューした。クーマンの後任として監督に就任したエゲルバ、リ、シャンドルの下でも引き続き招集を受け、同年から始まった UEFA ユーロ二2012予選では10試合に出場し、同年9月7日のモルドバ代表戦で代表初ゴールを挙げた。二千十二年から始まった二千十四 f i f a ワールドカップ。 ヨーロッパ予選では9試合に出場し、同年10月16日に行われたトルコ代表戦では同点ゴールを挙げる活躍を見せたが、2013年10月15日に行われたアンドラ代表戦の結果、本大会出場を逃した。ありがとうございます。